青空天使は、1950年制作、公開、斉藤虎次郎監督による日本の長編劇映画で、ある。現在の東映の前身の制作会社、大野泉映画が、制作、同じく東映の前身の、配給会社東京映画配給が配給した。1950年、前年にデビューした、美空ひばりの映画出演2年目、第15作である。完成は、 同年4月17日、公開は同年5月20日であった。本作と自作、東京キットで人気は不動のものになったとなったとされる。監督の斉藤虎次郎は、第二次世界大戦前の1937年に、小畜大船撮影所から東方へ移籍しており、本作の撮影当時は新東方に在籍していたが、吉本工業との提携作品を中心に、 監督しており、吉本資本であった、大野泉映画に出向し、本作を演出した。当時新東方の助監督として、斉藤に指示していた、曲、谷森平が、演出補佐としてクレジットされている。制作元の大野泉映画、配給元の東京映画配給が合併して、設立された東映は、本作の根が原版、上映用プリントともに所有、管理しておらず、 本作は長らく散逸した作品であったが、2002年、大阪在住の絵写技師が 16mm フィルム版、65分の短縮プリントを所有していることがわかり、大阪芸術大学教授の太田ヨネオが中心となり、復元プロジェクトが復元を行った。2004年12月、ミソラヒバリ投影映画 DVD 選手のリリースが始まり、その購入特典として東映および投映ビデオが、 DVD 化を行った。復元されたプリントは東京国立近代美術館フィルムセンターに所蔵された。本作の脚本の決定稿も残っている。牧野正宏が監督した肉体の門と並び2作の未現存が確認されている大野泉映画作品である。ありがとうございます。